サイバーライフがデトロイト市警にプロトタイプのアンドロイド刑事を提供したとの情報が入りました。警察をサポートするアンドロイドは数年前から導入されていますが、犯罪捜査を担当する許可がアンドロイドに与えられたのは今回が初めてのケースになるかもしれません。この件に関してサイバーライフに取材を申し込んでいただき、まもなくファーンデール駅に到着します。ホームに乗り入れた足元にご注意ください。ご乗車の皆様、アンドロイドは指定の場所にお乗せください。俺たちが自由に暮らせる場所、ジェイクを探せ。恵んでくれないかい。やっぱりな。そういうことらしいな。
ジェリコへようこそ。